こんばんは。ゲリラです。すいません。こんばんは。ゲリラすみませんでした。なんかやっぱさ、ゲリラだとさ、ツイッターにはなんか書けなくて、マジ今日本当についてない、レミ今日ついてない。そんな、今日レミついてないわ。なんでこんなついてないんだってぐらい、ちょっと待って、やだ、ついてない、全体的に今日の人生マジ。なんか欠けた、このリップの一番大事なところが欠けました。悲しい、めちゃお風呂上がりじゃないけどそう、なんか今日さっき1時間ぐらい今日ずっと落ちたんだけど、今日動いて何もしてないなと思って、1時間ぐらいお散歩してきたらめちゃめちゃ汗かいたっていうか、いい運動になって、いや、いいなと思いながら。1時間お散歩ってなかなかだよね。そう、めっちゃやっぱいいですよ、お散歩は。なんか気軽に、やっぱ音楽聴きながら行けるし、気軽にできる運動。歩くだけだよ、歩くだけだよとか言ったらあれだけど、歩くだけでもなんかすごい消費された気分、体が。1時間全力で走るともっといいよ。そうね、朝もいいね。朝起きたい、起きたい気持ちでいっぱいなんだけど、でも日中は嫌じゃん、暑いから。だから夜っていうか、あっ、なんか嬉しい、お話し会ぜひ来てください。くろみちゃんかわいいでしょ、私の推し。あ、そう、住んでる。なんか最近ね、よくないよね、本当に変顔しちゃうんだよね、よく。本当にやめとく、気をつける。そう、暑いからアイス食べたい、本当に。最近お茶にハマってるんだよね、レミ。なんかお茶が飲みたくなって、お茶、飲んじゃう。そう、755終わっちゃったね。お茶でかくないよ、普通の。これは 600ml 大きいかな。麦茶ある意味あんまりね、好まないんだけど、どうなのかな。なんかちっちゃい時の記憶だからあれなんだけど、最近飲んでない、麦茶って。麦茶、え、大きいかな、 600ml。 755コメントは読めてるよ、コメントは読めてます。お、やばい、それはお話し返し、お支払い忘れるとこだった。キャーじゃん。それは本当に良くないんですけど、昨日波動でしたね。でもね、そう、全然話が飛び飛びでごめんなさいなんだけど、握手会の方をずっとや
今日なんか滑舌回ってないな。ずっとオンラインの方は残りわずかまであと少しはよく出てたんだけど、この前の着付け終わった後は握手会に残りわずかまであと少しが出てて嬉しかったです。そう、それはツイッターに日程書いたので、ぜひ皆さん本当に来ていただけると嬉しいです。なんか来てほしい、すごい来てほしい気持ちなの。私すごい来てほしい。そう、本当に生きていただけてどういうこと、どういうことですか。クロミちゃんかわいい。そう、頑張れよ、返さないと。久しぶりのレミちゃん、久しぶりにレミちゃんの波動を見たけど上手くなってて嬉しいね。なんか自分でも結構動けるやんと思いながら、そう実は波動、そう失点も、あ、X か失点もなかなかなかった。失点総合で3点ぐらい、そんなどれぐらいだったか忘れたけど、でも前は動けずにすごい失点ばっかだったから、そう昨日はあんまり失点がなくて、そう嬉しかったです。得点もできたし、まとめ打ちでだん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 ってしました。皆さんどうでしたか。波動は昨日結構レミ推しの方いて嬉しかったです。みんなのこと見つけたよ、嬉しい。いやマジで17期の強さをなめちゃあかん、ガチ強いから、本当にねガチで強い、本当にね。あれはね、いやコーチの方も言ってました、コーチ17期はね本当に強いけど、あそこまでできたのはすごいって。うちは見つけました、とってもありがとう、全部見つけた気持ちでいる。でも本当にすごい応援が、17期のファンの方。そう練習量がね回数が違うから、そう回数が違うから本当にねやってるのが全然違うんですよ。マジ舐めちゃあかん。何を言おうとしたの。本当に17期の方はのファンの方はすっごいすっごかった。もうなんかおおってなったね、内野ゴロ取るみたい。でも昨日は割とそんな感じで腰低めで取りました。そう練習はね裏切らないからね、練習量違いますからね。そう本当に夢トレね。でもまた出ます。いや本当にすごくなかったですか、会場の皆さん。やってる側もすごかったです。17期のファンの方の応援が、そうなんか容赦ない声だし、のんちゃんねすごかった、みんなわかる、マジで思った。だけど負けじとレミタンって言ってくれて嬉しかったです。17期に負けんなよありがとうございます、嬉しい。そうそう、でもね、あそこで勝ってたらめちゃめちゃかっこよかったんだけどね、なかなかうまくはいかないけど、そこで買ってたら絶対かっこよかった。美味しかったです。何を食べたんですか美味しかったです。そう、クロミ
数なんですよね。発声練習してる、確かに。なんかそう、最近なんか学校始まってヤッホーみたいな割と夏休み中もメイクしてたんじゃないですか。まあメイクしてて、本当に学校行ったら友達からリミは本当にすっぴんの方が可愛いよってなんか褒めてるのか褒められてるのか褒められてないのかよくわかんないんだけど、で険しい顔で言われるの。険しいって真面目な顔でね、そう よく言われる。え、メイクしない方がいいのっていう突っ込みたくなりますけど、あ嬉しい嬉しいけどメイクそうメイクしない、マジでスピンの方が可愛いよ、そう言われますね。よくよくっていうかマジでびっくりするぐらい。顔濃いかどういうことやねん。日焼けしたねって言われてないよ。日焼けしてないもんだってレミ、マジで。なんかさそう久しぶりに会って変わってた子、なんかうんキャラ変してた子いたねそんなこと言って、なんか雰囲気っていうか性格変わったって子いた。ミステリアスになった、うんミステリアスになってた子だった。今日はリップだけ、本当に夏休み。そうヤッホーみんなヤッホー、くのみちゃんかわいいでしょ。なんかさそう高3まで早いなと思ってお茶好きなんだよねレイ違う、あの飲むことの大切ですよ、水分補給めっちゃ飲んでる人。お茶減らまんへん、カフェイン多いの、多いお茶って知らなかった。緑茶って多いよね。でもあカテキンとはカテキンとは違うよね。カフェインってどこに書いてるの。カテキンはすごい入ってますけど、カフェイン、カフェイン多い。お茶麦茶ね、麦茶今度飲んでる。でも怖いのがさ、友達が水好きだよ、そうめっちゃ怖い話するんだけど友達が学校の自販機でなんか水買おうとしてたんだけど麦茶押しちゃったって言っててちょっと怖かった。なんか知らぬ間に麦茶押してて麦茶出てきたって、麦茶買うあれなかったのに、買うつもりなかったのにって言って怖っと思う。何それあれレイの話じゃない、友達ね、怖いよねなんかその子あんまり麦茶好きじゃないのになんか麦茶急に飲みたくなったみたいな、怖いよね。そうしかも麦茶そんな好きなんじゃないよそれ本能的にね、ミネラル大事。そうキャーキャー案件キ
昨日ツインテールしたわレミ。そういえばマジで話コロコロ変わりすぎて、何の話題が一番嬉しい？みんなレミはお茶、レミは水ですね。ハイツインしてみた。麦茶ね、健康的だよね。あ、前髪超良かった、本当嬉しい。そう、波動ツインテール、どう？あ、そう、レインボーにしてもらったの可愛かったでしょ。カラフル、カラフルしました。そう、カラフルにしてもらったの可愛いよね。本当は黄色い色にしようとしてたんだけど、やっぱカラフルが可愛いって思って、今はゼロ。いや、リップだけツインした。そしたらみんななんかボール集めの時はツイン可愛いねって言ってもらえて嬉しかったです。ありがとう、伝えてくれて。スピンほうほうです、ほうです。ボール集めには有利じゃない。なんか結構いつもより昨日のボール集めは難しかったね。本当に違う推し席の方々、さよならじゃない以外の席の方々、本当に結構ガード固めだった。そう、ずっとツイン。そんな需要あるか、レミのツイン。そんなことないだろう。そう、ガード固めだったね。そう、最近ガード固め、みんなね結構書く意思が、意思を持ってる。面白かったのがさ、さよならじゃない席の方がレミたち、そう、他のチームの試合、レミたちは MC 席から見てる時に本読んでて、ボール集めの時めっちゃおもろかった。本読んでて、ボール集めが終わったら本閉じてて、あ、すごいと思って。そう、面白かったね。ありまくり、本当嬉しい。あ、そう、レミお披露目の時というか、お披露目してからツインでしたね。そう、ツインだったんです。そう、あ、嬉しい、ちゃんとさよならに、ありがとう。そうだよね、最初の頃はツインばっかしてたから、逆になんか今ポニーテールキャラになってて、じわる、じわらないけど別に、なんか自分で突っ込んでておもろ、何言ってんねんこの人って感じだよね、聞いててみんなは。なんか最近自分で、そうなんだよね、突っ込んじゃう、何言ってんのって思っちゃって。そう、ねえ、21どんな髪も全く決まってないけど、なんかリクエストとかあったら、波動でもデバイスが入るやつだったら。そう、リミは割と髪の毛をいろいろ試してるというか、いろんなのにしてる。あ、この前はね、そう、お団子はねデバイス入んないな。なんか幼稚園児みたいだけど、これにも幼稚園児ヘア、ショットはしないな、絶対似合わないよ、エミのショット。羊ね、思った今。
ひゆかおめでたい、おめでとうすぎる、マジで頑張ってほしい。本当に公演ね、公演したいんだから。今ドル明けいつですか、聞きたいよ。うんうんって感じね。ひゆかすごいよね。あ、そう、割と前から知ってたんですけど、でもこうやってね、嬉しい、すごく。割と前から知ってました実は。いつから知ったか忘れちゃったけど、でも知ってて、お話もいろいろ聞いてて。ドル明けマジで多分1ヶ月以上やってない。あのもう知って8月やってなかったもんね、1回も。え、なんで、アシメントリーの考えだ。アシメントリーね、これですか、アシメントリー。アシメントリー流行ってたよね。もうゆうかちゃんが知った水色の髪色じゃない無理な話を言ってますね。無理、水色なんてレミ挑戦できないよ。ドル上げ、ドル上げな上げ、上げない、上げてそっちの上げじゃないけどね レミがシンポジ覚えないと難しい話なの、そんな話ある。すごい本当にシンポジか。え、そうかな。マジで、覚えてくださいって来たら覚えますけど。頑張る、頑張ります。チーム B ね、ちょっとね、あ、え、髪伸びた、とっても。雫のシンポジそう覚えたんです最近。ねスタバの新作みんな見た、なんだったっけあれ、焼き芋、バター焼き芋、そんなことあるかって話じゃない、なんだっけ、え、さつまいもバター、バターさつまいも、え、おさつバターか、おさつバター、おさつバター、おさつバターか、それそれそれ。え、飲んだ飲んだ、みんな、え、めっちゃ飲みたいと思っててさ、なんか今までスイカとか桃とかあったじゃん、おさつバター、それちょっとあんま惹かれない部分があって、正直そう惹かれなかったんですよ。友達とも、そう、友達とスタバの新作出たら絶対そう見て見て見てってそう言う、話すんだけど、やっぱりどうしても惹かれなくて、2つはで、あ、やっと来たと思って、これだと思って飲みます絶対私。お札バターなんて絶対美味しいやん。あ、微妙、あ、え、マジ、あ、そう、秋だからね、さつまいもが多いよ。普通の焼き芋が食べたいまあね。え、でもさ、わかんないじゃん、飲んでみないと、重いとか甘すぎとかわかんないよ。飲んだ、美味しいでしょ。いや、焼き芋食べたくなってきた。でも大丈夫。絶対飲みたいんだけど。正論正論。月見バーガーに、あ、食べたことないんだよね。なんかみ、あ、すいません。月見バーガー推しの方今から聞かないで。月見バーガーに魅力を感じなくて生きてきて今まで。本当に食べたことないんですよ。あ、ここからは聞いていいよ。なんかね、なんだろう、リミ、卵がさんまりあんまり別に好きかって言われたら別に好きじゃなくて、
んていうの、硬いんじゃない、半熟だったらいいんだよ、半熟だったら。あ、え、それいいもん、あの卵抜きがいい。え、喧嘩は売ってない、個人の見解です。あの好き嫌いあるので、ね、多様性です、今の時代多様性。半熟ではないでしょ、半熟じゃなかったら食べれないかな。うん、オムライスはね好きだよ。そうそう、半熟がいい、せめてね。そう、あ、ごめん喧嘩売っちゃったら。だけど聞かないで、月見バーガー推しの方は聞いちゃダメ今の話は。だから家族みんな好きなんだけど月見バーガー、レミだけ頼まない。え、なんかオムライスはオムライスでも硬い卵とか固めがダメなんだよね。そう、黄身が半熟だったらいいよ、いいんだけど。あ、ダブルチーズはわかる。なんだって卵みたいな顔してるのにってコメント来たんだけど、ねえ何それ、そんな卵みたいな顔してんの、レミ褒めてる、それ大丈夫か。びっくりした、恥、衝撃が隠せない衝撃が隠せないんだけど、びっくりした。え、卵型とは言われたことないな今まで。おもながらしいねこの顔。あ、卵って綺麗ってことだよ多分。うわー、卵みたいにツルツルな肌ってこと、もしかして褒めてくれたの、嬉しい、優しい、ありがとう、本当に優しいね、つるっとした肌ってこと、嬉しいつるってしてるってことだよね、本当に優しいじゃん、そんな、え、卵みたいなびっくりした、びっくりした。まあね、捉え方は人それぞれ。嬉しい、自信持ってありがとう。何やねん、なんやねん、なんか今日なんやねん、そんなレミってめっちゃ今日配信いじられるな、びっくりした。なんか、え、なんやねん、エセ関西弁やめた方がいいよね、絶対。レミあんま卵型って言われたことない、何型この形。え、でもおでこは広いよ、それは認めます。あ、もうこの話はやめよう。変なところに、あちゃ、変な、そんな生卵パン出てますから、私ね、一応いつ出るの次そう、おもながって言われる、でもなんかあんまりおもながとは思わなかったんだけど、おもながなのかな、どんな感じ、
売りざね型ってなんやねん。売りざね型って何。そうなんかさ、大喜利始まってる今。前髪ぺちゃんこだからちょっと嫌だけど、何型なんだろう。この夏は割とインスタ見てもらった通り、見てもらう、みんな見た前提なんだけど、あのすごい充実してましたよね。だけどバーベキューもできてない、プールも行けてない、ちょっとだからバーベキューしたい。てかめっちゃ今 TikTok ストックあるんだけど、すごくない？何個ある？6個ぐらいある。6個ストックある。楽しみにしてて、今日も出すから。 TikTok 出す。毎日投稿はしませんけどね。めっちゃある今私。そう、あ、やばい、できなくなった。 TikTok ストック昨日も撮ったの。昨日のツインテールで撮ったから。どうみんな、どうみんな、ツインテールで TikTok 撮ったよ。 Do Do よ Do。ドゥドゥ、こんばんは、こんばんは。ドゥー楽しみにしてて、今日あげるやつは違うけどね。拡散してください、ぜひぜひぜひ。いまいちかっこよくないだと、なんて今日そんなレミっていじられキャラだったっけ。いまいちかっこよくないしね。 TikTok って通知機能ないよね。あ、そう、実はレミ TikTok じゃなくてインスタのストーリーでおはようストーリーをしようと思ってて、今日はしてないんだけど、そうだからみんなよろしく、忘れてなかったら。そう、なんか X だとちょっとハードル高いというか、うん、新たなルーティーンだけど、そんな起きてすぐストーリーを上げられるかって言われたらそうじゃないから、起きた時間ではないんだけど、朝おはようってしようかと思いますね。よろしく。そうなの、だからみんなね。でもさ、 DM とかできなかったやつじゃん、だけなやつじゃん今。悲しい、それちょっとみんなから755のコメント、ねえ、そうだよね。ねえ、言ってほしい、おはよう、みんなからのおはよう。そう、 DM ね、復活したり切れたりの繰り返しだから、いつか復活すると信じてるんだけど、あの期間は何だったんだって感じだよね、マジで。でも本当に悲しいんだけど、レミあれ見るの結構好き、 DM。 てかさ、昨日みんなが撮ってくれた写真結構漏れててありがとうって感じ。遅れそう？そう、マジ？それは朗報。遅れ、でもなんか遅れる人もいれば遅れない人が大変だと思うんだけど、 DM は見れるんだけど、あ、でも最近のは全然、最近は見れてないよ、みんなから来てないよ全然。どうなんだろう。ね、年齢だよね多分。でもさ、そのできてた期間は何なんだろうって思うよね。
謎くない？ちょっと結構何判断って感じなんだけど、送信できませんってなるんだ。そう、なんか閉じたとか言われるんだけど閉じてなくて、一切構ってなくて、 DM はねまあいろいろですけど、あ、携帯でしちゃってるから見えない。お茶好きなんです。水も好きなんです。ありがとう。すー、そうそう、うろうで見た、うろうっちゃって。あれ、ルイボスティーも好きです。ルイボスティーか緑茶をよく飲むかも。そう、朝から野球してたのすごいいいですね。朝活、ジャスミン茶も好きですけどなんかあんまり飲まない。今度飲んでみますね。アールグレー、おしゃれ。なんておしゃれなの。飲まないな、パックのカフェオレも飲まないな。本当に悲しい、このリップ。は、午後の紅茶の無糖は飲んだことない。何、なんで。これはパパがプレゼントしてくれました、マック。パパが、あ、すごい面白いこれ。あー、か、あー、か、あ、顔がちっちゃくなった。これで卵じゃない。あーあー一人で何してんの。魚眼みたいなね。あそう、パパリッププレゼントしがち。あれプレゼントしてくれます、よく。この前もくれた、何色がいいって。そう、やば、変な顔して。午後の紅茶は午前中飲めないから不便。確かに、なんかね、午前中しか飲めないっていうのが不利だよね。結構午後の紅茶、え、午後の紅茶、あ、午前中は飲んじゃダメなのか。そう、なんかさ、爪四角いんだけどめちゃめちゃ、えと思って最近すごい見てる。爪四角くねと思って、見えない。四角くない、なんかめちゃめちゃ爪四角い。なんか違うの、こんな四角いはずじゃなかった。話飛びすぎてごめん。そう言おうと思ってた、ずっとみんなに「爪四角いんだよね」と思って。え、こっちは普通に丸いの、ここへ。長生きしそうな手相、本当嬉しい。なんか手相占いとかしてみたくて、レミ結構占い大好きで信じるんですよ割と。あ、まあいいことだけね、悪いことあんまり鵜呑みにしないタイプなんですけど、手相占いしてほしい。どんなことが出るか。そう、占いね行きたくてずっと。だけどさ、あれじゃん、なんか当たり外れあるっていうじゃん、だから難しくて。え、割といいお値段するじゃん占いって。そう、まあ、お店によって全然違うんだけど、信じやすいし、なんか結構ほんといいところはいいだ、いいからさ。そう占ってあげる
嬉しい。そう、大家族いないでしょ。そうだよ。でもちょっと薄いんだよね、レミの。でもはっきりしてるよね、ここら辺は。え、なんか、あ、すごい、わかった、今の振り。あ、すごい。とっくりあんましないかも。小指短いね、確かに短いかも。やばい、もなんかさ、手ちっちゃいって言われる。これぐらい、これぐらい。指は柔らかい。あれ、なんかさ、手首柔らかいって言われたことある。なんだったっけな、手首柔らかいねって。え、柔らかいのかな、これって。手、そう、ちっちゃいって言われるんだけど、自分的には大きいと思ってるんだよね。だからみんな手を比べよう握手会でぜひ。柔らかい、なんかそう、手首柔らかいって言われるんです。そう、耳も大きいんだよね。これぐらい。お金持ちになるかも。そう、それでソフトボールしてました。そう、耳見せてほしい。まんまねー、リビ、あれ好きじゃない。だってさ、こうやって前髪を下ろした時にポコってなるのが。帽子もね、こうやって耳出さないと入んないから、ちょっと嫌じゃない、これで帽子かぶってんの。ちょっとあまりだけど、まあ含み耳かな、割とね。耳の裏側見せてほしい。それは変わったあれですね、初めて言われました。耳の裏側ってどういうこと？こっち？餃子？餃子でーす。見せるんかい。餃子。そう、耳、そう、帽子かぶってる時に耳出ちゃうの。こうやって、ちょっとやだ。今の流れ見せないあれだったよね、ごめんごめん。ふふふふ。ねえ、755終わっちゃったねえとか誰も755の話題出してなかったのに何今のって感じだよね。そうね、ねえ、755終わっちゃったね。ちょっとおもろちょっと結構やばいね、今の話題飛び飛びすぎて、おもろい。話飛び飛びやで、せやでせやで。右利きです。バリバリの右利き、バリバリね。バリバリのみ、あ、結構ね、割とレミちっちゃい頃はクリームパンでした。骨出てきてます。
くるみちゃん好きなんです。アンギョドンも好き。握力は21とか22とか23あたりでも、どっちがすごい、どっちかが19ぐらいで、左かな、左とか19でした。だからね、そんな握力強くないんです。え、マジでさ、なんかそう考え、手もちっちゃいしさ、握力も弱いしさ、本当にソフトしてた人とは考えられないよね。だからちょっと自分でもびっくりって感じ。握力強くなりたい。え、でもさ、あ、そっか、あ、平均か、ういってしてるんだけどね、なかなかね、そう簡単にはいかない。え、やば、60とか、すごいね。そう、あれやん、運動あまり得意じゃないので、そう、うえーっと、あーって、やもう握りつぶしてんだけど、そう、そうなんです。握力ね、30とか、そう、それめっちゃ足速そうとか言われるんだけど、めっちゃ遅いからね、本当にやめてほしい、その謎のハードル。足遅いんよ、足速そうでしょって言われるんです。見た目は速そうって、勝手にがっかりしないで、そんな悲しい、なんかそれはそれで。そう、早くない、リレーのアンカーしてそう、マジ。それはしてない、したことない、任されたこともない、任されるわけがないじゃん。そう、速そうに見られたいんだけどね、見られてるのか、だけど速くないんです。反復よく飛びはそれなりに、でもシャトランとか割とできるよ。何ならできるの？ソフトボールです。ソフトボールならできます、マジで。ソフトボールですね。ソフトボール投げもね、よくない。本当にレミ何が得意か分かんないくらい何もできないからね。そう、あ、ゴロ取れますよ、小判も取れます。なんなら頑張りました、めっちゃって感じで。サッカーの才能あったりするのかな、もしかしたら。弓道部めちゃめちゃ返金の弓道って可愛いよね。そう、セカンドちゃんとね、ベースカバーもして、でもゲッツー取ったことあるんだからね、実はゲッツー取ったことあるアイドルだよ。そう、ゲッツーゲッツー取ったこと、バント割とできるかも、レミ。バントのサイン出されることあったね、バントだわ。そう、ゲッツーは2個アウトを取ること、セカンド、そう、2塁ベースアウトにして投げて1塁もアウトって感じ。そう、盗塁できない。トンネルはあるね、中1の時とか。そうするとね、内野守ってました。でもたまにライトとかセンター、うん、でも
やっぱさ中1とか1年生って外野しがちじゃない？アニメはセカンドです。1年生って外野絶対経験したことあると思う。どこもライトもセンターもレフトも。でもさ外野って練習の時ね飛んだらめちゃ走らなきゃいけないからね。そんなことないかな。そうでもレミはどこも経験はしたこと。でもセンターはあんまりなかったかもしれない。レフトかライトとかわかんないけど忘れちゃったけど。サードが一番向いてないレミ。サードできなくサードめっちゃ怖くないあれ。サードレミねダメだった。一回ねなんか練習どっかでやったことフライ取れますフライ取れます。サードめっちゃ怖いよ多分、すごいと思うサードしてる方。そうサード怖い。そうめっちゃ早かったね。そう一回サードを一回だけやったことあるのかな。初めてやった時衝撃受けたもん。めっちゃ怖ってなった。そう早い早い。いや怖いと思って絶対向いてなかった。ファーストも何回かしたことあります。ファーストもねあるね。あんまないか。仕事はないな。練習しかないか。そうそうそうファーストセカンドバカにしちゃあかんぞ。セカンド頑張ってるから。セカンドはベースカバーが大事なんだよ。あピッチャーあったっけな。ナイキでもね絶対一人一回は練習してた気がする。キャッチャーしたことあったかもしれない。待ってレミキャッチャーしたことあるぞ多分。そうえキャッチャーしたことあるわね。あのあれつけたもんあれあれあれ。いやなんか記憶ではあった。キャッチャーやばい。でも本当にあれです。あそうそれプロテクターね。防具その防具あったあった。数回サインでしたっけな。もう忘れたよ、ま、怖かった記憶ある。でもそれこそピッチャーの子がに仲いい子だったからそのそうあれ練習とかにはマスクしてちゃんと受けてた。そうタッチアウトしたことえでもえ懐かしい。あるんじゃない。そりゃやってたら3年間そう全部じゃったか。全部じゃでもさ、うん、そうだねやってるかもしれない。キャッチャーっぽくないでしょさすがにね。そうなんかいつか中学時代の試合の様子とか動画出したい。いつになるかわかんないけどガチでやってましたよっていうのを。でも一回出したことあるよね。そうまだあるの動画が。あのバントとかもあるしヒット打った時も収められてたかな。
そう、それをいつかね出したいなって思ってるんだけど、なかなかタイミングなくて。そう、中学バレちゃうんだよね。そう、だからなんかそれなりに大人になってから、今はちょっと難しいかもだけど、ユニフォームがねバレちゃうから、それなりに大人になってから、そうパパかママパパかながそう撮影してくれた趣味の動画もあったかな。でもねバントしてる時はあったけど、そうなので、そうだね、せめて高校卒業したしてからかな、載せるなら、ね、今グローブ持ってます。そう、本当にバリバリ、めっちゃ動いてるから、めっちゃ動いてるから、そんなモザイクかけれません。ねえ、始球式したい。そうそう、ね、他の子も映ってるからね。なんだよ、難しいですけど。あ、すごい、もう1時間くらいしてたの私。じゃあちょっと、美味しそうに飲む、本当嬉しい、そう言ってもらえて。好きなんですお茶。でもバスケもできますよ、レミ。割とサッカーも割と、うん、バスケは体育でやってた1学期シュート決めたもん、レミ試合で、わーってなりました。卓球もそう、一応レミ体育委員なんで実は体育委員、ちゃんと体育委員なんです。そうなの、スリーポイントは決めたかな。うん、1年から、あ、そう、マット運動は本当にやめてほしい。でももうないの、もうないから嬉しい。そう、1年からずっと体育委員してます。体育委員気をつけレイお願いしますって言ってる。そう、道具準備してるの。あ、体操の掛け声とかね。体育でダンス、そう、ダンスしてる、ダンスもしてる、ダンスもしてるよ。何の振りか分かんない。球技はね割と、そう、レミ駅伝部入ってたね、中2だっけ、中2の時駅伝入ってたね。その時組体操してたこともありました。小6小5は組体操だったかな。そう、そうなの、ボケてた時期ね。ちゃんともう白くなりました。そう、夏限定でね駅伝してた。本当に言えませんよ、 50m 何秒とか。そろそろいい時間、なんかね、楽しい思い出話、いいね、いい時間。ではランキングを読もうかなって思います。そろそろ、そろそろね、駅伝はなんか誘われてノリで入っちゃった、したらちゃんと辛かったっていう思い出では楽しい時間はあっという間ということで、あー間違えた、あー
読みます。13位ケンさん、 HK さんありがとうございます。12位まさとしエイト、亀井孝さんありがとうございます。11位直樹さんありがとうございます。10位マックス鹿児島さんありがとうございます。9位ウィル6番さんありがとうございます。8位おーちゃんありがとうございます。7位よしさんありがとうございます。6位ショートさんありがとうございます。5位ゆきたんありがとうございます。4位ごめん先生ありがとうございます。3位島田和幸さんありがとうございます。2位永井さんありがとうございます。そして1位立花ともぐるみぐみさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。わあ泣きるみ。21位ドヤさんありがとうございます。おめでとうございます。続いてドン。36位マントメガネさんありがとうございます。おめでとうございます。ラスト66位新海さんありがとうございます。おめでとうございます。皆さんありがとうございました。たくさんのギフトもありがとうございます。いつもいつも。では少しだけスクショ。ではありがとうございました。ではまた会いましょう。またね。バイバイ。おやすみ。バイバイ。ありがとうございました。